ハロー、アサギーニョです。突然ですが、今から名古屋に行ってきます。ピヨン、名古屋に着きました。初名古屋。ポッピーのポップアップが名古屋のパルコで初めてやるっていうことで、設営に来ました。で、今日ちょっとやって、明日は工事がこう夕方か夜ぐらいに終わるから、それまで名古屋一人旅をしようと思います。みんなに教えてもらったところ巡ってみる。名古屋を食べて食べて食べ尽くすの巻。閉店ギリギリ間に合った、名古屋名物味噌煮込みうどんを食べに来た。これってお肉のことですか？あ、じゃあこれでお願いします。ありがとうございます。味噌煮込みうどん食べに来た。みんなにおすすめしてもらった。教えてくれた人ありがとう。山本屋本店。すごい、やばすぎ。やばくない？もう食テロ大戦争、ごめんね。めっちゃ麺に弾力ある。こちらの麺豚が、え、どういうことですか？これそちらをフリーザーとしてお使いすることができまして。こうやってですか？そうです。なので、これ穴開いてないですね。長い、めっちゃ長い。60か80センチぐらいはあります。80センチ ?1本。80センチもあるんだって、1本。これが名古屋コーチン。めっちゃおいしい。パキン。グッドモモ、おはようございます。さあ、名古屋の朝がやってきた。名古屋のおすすめをな、インスタでみんなに聞いたらな、食べ物ばっかりだから今日一日こんな食べれるかなって思うぐらいスケジュールやばいねんけど。食べ物以外もいっぱい あるよな、名古屋で。マネちゃんにさ聞いてんやんか、なんかどこかないかなみたいな、食べ物以外でって言ったら、ナナちゃん見に行ってくださいって言われてな。ナナちゃんって、ナナちゃんって何と思って、そしたらさ、マネちゃんがな、電話で確認し始めてな、今ってナナちゃんのお洋服っていうのはどんな感じですかみたいな感じで言ってて、お洋服と思って聞き耳立ててたらな、今裸なんですか、あー、そうですかとか言って、何、ナナちゃん裸の、ナナちゃんって何と思って、電話切り終わって、マネちゃんが、昨日の4時45分にお着替えされたようですって言われて、何何何何、今日はちょっとそのナナちゃんを見ます。大丈夫、そんな裸のナナちゃん映せます、このカメラで。まあまあまあ、ナナちゃん見に行くっていうその一個目的あるから。で、夕方ポピー行くやろ。で、途中古着屋さんとかがある大須商店街っていうのがあるらしいから、そこでまあお洋服見たりとかしたいなと思ってて、もう美味しそうなとこばっかり、やばい。まず今から朝行くのは、名古屋の名物文化というか、名古屋ならではのモーニングに行ってきます。ここの小倉トースト絶対食べてくださいって言われて、私小倉トースト大好き。それじゃあ、ギーニョの名古屋一人旅、レッツゴー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 。パキン。うち今日で5キロ太る、絶対。こういくらがあるって。ほんまや。お店がね、ところどころあるから素敵ですね。写真撮ってる人もいるでしょ。あ、ほんとだ。ポピー、ああ、ポピー。ポピーですね。本当だ。ありがとうございました。え、めっちゃいい感じやねんけど。見て。めっちゃいい感じやねんけど。え、こんな感じのとこなん？最高やん。あ、何ここ。着きました。喫茶ニューポピー。着いた瞬間、コーヒーのいい香りがプーンってしてきてさ、なんかレトロな喫茶店って感じで、こういうとこ大好きだ。みんな教えてくれてありがとう。めっちゃいいとこやん。めっちゃ素敵。これ東京にあったらうち絶対通う。え、ちょっと待って、テーブルやば。コーヒー豆や。あ、上でオクラつければカフェオーレ、はい、お願いします。ありがとうございます。カフェオーレもね、すごい芳醇やった。キャベツはシャキシャキやったし、ほんでね、見て、ごまがすっごい量入ってんの。小倉はね、全然甘すぎなくてね、ごまの風味がふーんって、外サクサク、中ふわふわ、ごまがプツプツ、
で、名古屋のモーニングといえばゆで卵。私ゆで卵大好き。ここ教えてくれた人みんなありがとう。めっちゃ来てよかった。で、隣の方が今もう帰られたんやけど、あの私がムード壊しちゃいけないような感じの、あのマッチングアプリでマッチングされた初デートっていう初めてのご対面の感じやったので、あの私がこんな自撮りしておいしいとか言ってそのムード壊しちゃいけないなと思って、ちょっと静かに黙って食べてたので言えんかったけど、ほんまに美味しかったです。でもさ、マッチングアプリでさ初デートがモーニングって最高じゃない？私そういうのめっちゃいいと思う。おしゃれなディナーに行きましょうとか言って、お肉をキリキリって切る感じもいいけど、小倉トーストを食べにモーニングに行きませんかって言って、ここ来んのめっちゃ良くない？私そういうのはめっちゃ好きです。じゃあみんなが教えてくれた商店街行くか。パキュン。おお、これが大須商店街か。すごい、古着屋さんで可愛い服を買いに行こう。ミッション。おお、商店街って感じやな。肉味噌カレーやって、新名古屋飯らしいね。美味しそう。ここや、ストアインヒストリーさんです。おやおや、早速見つけたらしいですよ。アサギニョさん、ブルーにするんですか？てか最近花柄にハマりすぎてるかも。全部見るもの花柄、トレンドの水色もハマっちゃった。これお願いします。 ありがとうございます。フィフィーの、あれを昨日見ました。あ、昨日昨日だったんだ、嬉しい。動画の通りですね。嘘。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃかわいかった。ここおすすめです。ロンパース買った。しかもさ、ハーフ丈のロンパース、めっちゃ珍しくない？うち初めてかも。みんなの言う通り古着屋さんいっぱいあって、久々に古着屋巡りした。で、あの東京にも大阪にもあるフラミンゴに来ました。で、アクセサリーを買っちゃいました。これも可愛いけど、この色も可愛いし、あ、これ可愛い。ありがとうございます。この辺遊び行くとしたらどこがいいですか？名古屋城とか行きました？行けないよ。さあ、今からお昼ご飯です。さっきのお姉さんがめっちゃお腹に来るから大丈夫ですかって言ってくれたんやけど、そんなに気になる。お、おっと、こんにちは。あった、ヤバトン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 、わからへんイントネーション。行ってきます。はい、鉄板ですかね、やっぱ。あ、鉄板ですか。鉄板が映えますね、やっぱ。はい、ありがとうございます。大火事。ごめん、これも食テロ大戦争だ。いただきます。マジで野球部になったかと思うぐらいもうバクついた。もうご飯も止まらへんねん。もうバックバク、もう暑いからな、口の中デロデロにやけどしながら食べた。美味しかった。もうな、これ来た人みんなな、もう野球部になれます。ほんまにご飯止まらへん。ごちそうさまでーす。はい、どうも。美味しかったでーす。最高やったで。次は名古屋城に行きます。まあ、昔の応接間ですけれども、はい、金箔を貼ったあの壁とか、はい、それ見るだけでもすごく価値がありますよ。あ、じゃあ本丸御殿ですね。そうですね。はい、わかりました。ね、ありがとうございます。はい、行ってきます。ありがとうございます。あのな、私は今までこの城とかその歴史的なものみたいな建造物とかを見に行くっていうのは発想なかったんですけど、なんか行きたくなった。呼んでた名古屋城が私を。で、行ったらさ、この本丸御殿すごかった。400年前の応接間をがあんねんけど、ほんまにめっちゃ綺麗かったです。趣というものを感じることができました。信長さんです。名古屋城で待っておるぞ。はい、菊井24-13です。あの住所言ったらカーナビがなくて、ほんまもんの地図で調べてました。あのすごいタイムスリップしたみたい。なんかあるな、そんなとこ。喫茶店が。そっか、確かに。それえ、じゃあ半世紀前はそんなに美味しいと思ってなかったですか？別に前は美味しいことは美味しかったけど、うわうな丼だなんちゅう、そんなあれはなかったな。あ、これか、これですか？そうですね。おお。あ、ちなみにカードとかいけますか？あ、スイカもいけます？あ、いけるんだ。
カーナビなかったから絶対カード使われへんと思ったらスイカ全然使えた。キュン。みんながな、教えてくれてん、ここ絶対行ってって。これ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 。みんなが激推しの象飯という喫茶店に来ました。ポップアップもうすぐですよね。もうすぐなんです。はい、来てくれるんですか。ポップアップに来てくれる方やった、嬉しい。レトロ喫茶で頼んだのはプリンアラモードとメロンソーダで、私なこのプリンのな、このバニラビーンズがな、つぶつぶしてんのが大好きやねん。すべてのプリンに入ってたらいいのに。ここにどうして知ってくれたんですか、この店。あのファンの人とかに教えてもらって。そうなんですね。すごいおすすめされました。それはめちゃくちゃ嬉しい。喫茶ゾウ飯さんです。また来ます。さよなら。先ほどのご覧にいらっしゃいましたよね。あ、そうです、はい、見かけました。見かけました。パルコにお願いします。かしこまりました。はい、パルコに来ました。ポピーのポップアップの場所が工事が終わったということで行きましょう。とオープンは明日なんだけど、工事が終わったってことでみんなを一足先にご招待します。2階です。あ、本当？今日に限ってポピーの服着てない。嘘。ポピーの服着てる。あ、昨日やったんや。2階に上がって一番奥です。じゃん、ここです。ここがポピーのお店になります。ちらり、うわ、誰もおらへんわ。じゃーん、ポピー名古屋パルコ店です。ポップアップです。しっかり原宿店の要素がしっかり出てます。かわいい。バルーントップスはあの安定でむちゃくちゃ大人気、大好評です。最近私これめっちゃ着てる。スマホケース。今回オリジナル柄のシェードランプを作りました。足元も可愛いです。ポピーオリジナルのタイル柄も可愛いです。うん、こんにちは。明日からなんだ。そう、明日からなの。来て来てね、バイバイ。噂が聞こえた。嬉しいね、でもここポピーだよとか言ってさ、噂してくれてんの嬉しい。よくわかったな、なんでわかったんだろう。外から見えないのに。キュン。じゃあ皆さん、ナナちゃん見に行きましょうか。すいません、お願いします。あの、ナナちゃんを見に行きたいんです。名古屋駅のナナちゃん人形。はい、ナナちゃん、果たして。なんかさ、勝手にさ、あのイカゲームのさ、タリオンカキキナケガってやるさ、あの人形が勝手に思い浮かんでくる。え、違うよな、この、え、これじゃないよね。え、これがナナちゃん。え、待って、全然違う、想像と全然違う。ちょっと想像と違いすぎてやばい。でもすごいな、これすごくない？みんな奈々ちゃん前で待ち合わせしてる。一番わかりやすいけど、名前と実物のギャップありすぎランキング第1位奈々ちゃん。あるやん、たまにな、まあ、水着っぽくないよなとか、桃っぽくないねとか言うのあるやん。それのギャップランキング第1位やで、奈々ちゃんが。キュン。ただいま。あー、足パンパン、やば、1万歩歩いたかも。あー、食べて歩いてプラマイゼロ。っていうわけで、今日買ったものちょっと紹介して終わろう。まずはこのピアス、これにしました。最近さ、まあ、免許合宿もあったし、それまでもバタバタしてて古着屋さんずーっと行けてなくて、久々の古着屋さんやった。レースの半袖のソーレース持ってなかったから、水色のセットアップ、最近ハマってるから水色で、ブレスレット、お花が咲いてるで、今日のお目玉が、じゃん、着てみるわ。はい、どう？可愛くない？珍しい、うちがオーバーオール、しかもハーフパンツの。え、気に入ってる、めっちゃ。はい、っていうわけで、名古屋は本当にええとこでした。キュン。じゃあみんな、最後まで名古屋旅見てくれてどうも
ありがとうございました。ナナちゃん人形はほんまに最後の最後にやってくれたな。ほんまにもうマジでナナちゃんって言うからあ、びっくりした。グッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。インスタのフォローも待ってます。では次は新居をようやくみんなに公開します。お楽しみに。じゃあ次の動画も見てね。バイバーイ。バキュン。Goodbye.